はい、どうもリリーです。ということでですね、前回に引き続きまして、今ね、こんな感じで見えますかね、中洲のあたりに来てるんですけれども、博多名物の中洲の屋台のラーメンを堪能したわけですね。本場の豚骨ラーメン美味しかったです。ということでですね、まあ今日はこれでやることはないんですけれども、明日の朝1限9時からですね、大学で授業があるんですね。東京の大学です。こちら現在時刻は夜の19時56分とかですかね。これからまた東京まで急いで戻ります。ついさっきですね、18時ぐらいに福岡空港に到着をしまして、そこから地下鉄に乗って中洲まで来て、で今8時ということなんですけれども、もう帰るんですね。まあ別にこんぐらいはね、普通の弾丸旅行なんで何の調査もないことなんですけれどもね。今の時間帯だったら全然朝の9時なんて余裕のよっちゃんで間に合いますからね。でこういう風にものすごく離れた場所から通勤通学をすることをエクストリーム通学っていう風に言うんですよね。エクストリーム通学聞いてみる分には結構楽しそうだけど、でもちょっと気が引けるなみたいな風にね、思っている方々の最後の背中の一押しをですねして、このエクストリーム通学人口増加に貢献していきたいと思います。ということで今回は福岡東京エクストリーム通学で一体費用はいくらかかるのかとかですね、見どころはどこなのかということを細かく紹介をしていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということでまずは博多駅へと向かいましょう。行ってみよう。おお、なんだなんだなんだ、おなんかイルミネーションがつきましたよ。ああすごいな、これ綺麗。あれ乗るバスだね。おお、ちょっとバス待って待って、やべえ、バスの野郎逃げ上がれた、不定野郎だな。ご乗車ありがとうございます。次は山梨市博多前。はい、ということで博多駅前のバス停に到着でございます。でかいっすね博多駅。いやー綺麗ですね。うわ、なんかなんだ、ゴミを踏んじゃいました。特に何も言わずここまで来ちゃいましたけど、博多から東京まで行く手段としてはいくつかあるんですね。まず一つが飛行機ですが、この時間帯はもう便が終わってます。これから家に帰るとなると、僕なんか田舎住みなんでもう電車が動いてないんで野宿確定なんですよね。また博多号という高速バスもありますよね。ただあれは東京に着くのが9時18分ということで、9時からの授業に間に合わないんですよね。なので一番のおすすめは今回の新幹線プラス寝台特急というこちらの手段ですね。まあ、一番下に出てますね。21時9分発新大阪行きのみずほ614号。ということで入線をしてまいりました。こちらが山陽新幹線みずほ614号新大阪行きです。まずはね、こちらのみずほ号に乗車をして東へと進んでいきます。もうすぐ発車なんですが、これ博多を発車するときにある曲が流れるんですね。さて何の曲が流れるのか、皆さんも多分聞いたことある曲だと思うので、ちょっと当ててみてください。はい、ということで正解は銀河鉄道999の主題歌が流れるんですね。でもこれがね、登校開始のチャイムですよ。これでいざ大学へ向けて出発でございます。ということでシートチェックです。シートはこんな感じで3列側が青、2列側が赤のモケットが貼られておりまして、背面テーブルがついております。ちょっと薄いんですけれども、またパソコンお弁当を十分に置けるサイズです。テーブルの下にはネットがありまして、足元の方は空洞になっているのでしっかり足を伸ばすことができます。またリクライニングの方はこちらのレバーで操作をします。ブラインドはフリーストップ式のものが搭載をされています。とここでふと我に返ると、大学の授業の宿題をやってなかったことを思い出しまして、急いで宿題をやってますけれども、はい、一限の宿題ですね。普通にこれから一限に間に合いますから全然大丈夫なんですけれども、
ちなみに新幹線の中で、ね、宿題は終わりました。九州最後の停車駅小倉を発車です。この小倉を出発してほどなくするとトンネルに入っていくんですね。こちらも見どころの一つです。関門トンネルというトンネルを通っていくんですね。こちらは本州と九州の間にある関門海峡という海の下をね、通っていく海底トンネルになります。これを抜けると本州に入るわけですね。関門海峡をトンネルでくぐりまして本州の山口県に入りました。ここからずっとね、瀬戸内海沿いを東へと進んでいくことになるわけです。時速は300キロ。さすがは新幹線ということで流れゆく夜景が綺麗ですね。列車はそろそろ徳山という場所に差し掛かっていくところなんですが、実はこの徳山、日本屈指の工場夜景のメッカと言われてるんですね。新幹線からもこんな感じで綺麗な夜景が見えるんですね。これ全部工場ですからね。昼間通るとすごい無骨な景色でかっこいいなと、かっこいいとか、すごいなと、まあ、圧巻するんですけれども、夜間帯が一番綺麗だと思いますね。工場からもくもく煙が出てまして、その煙が工場の明かりに照らされて何とも言えない雰囲気を醸し出しますね。ちょうどこの広島にもね、見どころがありまして、それは進行方向右側です。広島といえば有名な野球のチームありますよね。誰もが知ってるカープですけど、その広島カープが本拠地に使っているスタジアムが見えてくるんですね。カープって書いてありますよね。そうそう、このスタジアムですよ。今日は何もやってないんで真っ暗ですけど、まもなく姫路です。なんだ、東京はまだまだ先じゃないか。こんなところで降りちゃって、しかもこれ最初の新幹線でしょ、どうすんだよという感じですけれども、ご心配なく、この後奥の手を使うわけですね。はい、電光掲示も出てますね。特急サンライズ瀬戸出雲、こちらのサンライズ瀬戸の方に乗っていきます。姫路駅の在来線ホーム到着しました。ここから乗車していくのが寝台特急サンライズ瀬戸号出雲号っていうやつなんですね。寝台特急というふうに名が付くように、車内にはベッドとか寝る設備が、寝台が備わってるんですね。その寝台にもいろいろグレードがありまして、今回乗車するのは一番グレードの低いのびのび座席というものになります。サンライズ瀬戸出雲号にはちゃんとシャワールームもついてるんですね。実はこのシャワールームを利用するにはシャワーカードというものを買わないといけないんですね。こちらのシャワーカードね、販売枚数が限られておりまして、売り切れちゃう可能性もあるんですね。もしシャワーカードが買えないと、もうその夜もう風呂に入れないということになっちゃいますので、今回みたいに姫路とかね、途中駅から乗る場合はもうなおさら買えない可能性もあるわけです。この先ゆったりできるかどうかはサンライズの売れ行き次第、僕の運次第ということになるわけです。怖いな。入線してまいりましたのが、寝台特急サンライズ瀬戸出雲号ですね。こちらに乗れば東京駅に翌朝の7時8分に着くんですね。なんで一限には余裕に間に合うわけです。こちらが今回利用するのびのび座席の車内です。一見するとなんか雑魚寝部屋みたいな感じになってるんですけれども、まあ姫路からだったらこのぐらいの設備でも十分かなといった感じです。はい、シャワー室の方はこんな感じになってるんですね。結構広いんですよこれね。ちゃんとここに台もあって、下に荷物置きもありまして、ドライヤーもあるんですね。ただこのドライヤーね、めっちゃ風弱いんですよ。あんま期待しない方がいいですこいつにはね。で、使い方なんですけど、ここにカードを入れてくださいとありますね。ここにね、こうしてぶち込むわけですね。よいしょと、そうすると吐き出してくれるので、そうするとここにご利用いただきますと出ますね。はい、風呂浴びましたけど、これ浴びた後に絶対やんなきゃいけないのが、この洗浄ボタンってやつ、これを押して次の人のために自動で洗浄してくれるんですね。これを必ず押しましょう。この辺でシートチェックです。こんな感じでカーペット敷きになっているんですね。とはいうもののこのカーペット、も
ものすごい硬いんですよね。寝るときはちょっと腰が痛くなっちゃうかもしれません。備品の方はこんな感じで頭の下に敷く、まあ布みたいな感じで、枕はついてないんですよね。その布と毛布がついておりまして、各座席と通路のところにはこんな感じでカーテンがあります。また寝るスペースは上下2段式、今回は上段ということで階段をこうして上がっていくんですね。各席頭のところにね、こんな感じのパーテーションといいますか壁があるので、まあプライバシーはそこそこあるのかなといった印象です。ブラインドはこんな感じ、フリーストップ式のものが搭載をされておりまして、照明の方はこちら、まず一つ目ちっちゃい方が読書灯です。その脇についているのが、まあ、大きい、まあ、電気なんですけれども、枕元のこのスイッチで、操作ができまして、使い捨てのコップがついているんですね。歯磨きするときとかこのコップを使いましょうかね。でまたこんな風な小物置がありまして、自販機で買った色はそう置いてますが、まあ、ペットボトル1個2個分ぐらいですかね。うん、こんな感じです。はい、洗面所はこんな感じ、明るいインテリアで統一をされておりまして、もちろんお湯も出ますし水も出るんですね。サンライズのこのデッキってね、あの旅館の洗面所の匂いがするんですよ。わかります？あの独特な歯磨き粉っぽい、こうなんか水の匂いといいますか、あの匂いがねちゃんとするんですよ。電車の中なのに、やっぱこれは寝台特急なんだなという感じがいたします。まあ、ちょっといい匂いですので、ここで深呼吸するなんてもいいでしょうね。ということで列車は大阪駅を発車していきますが、この大阪駅を出たところもね、ちょっとした見どころなんですよね。辺り一面に広がる大阪の夜景です。0時日付回ってるんで、ちょっとあの、まあ、暗さが目立つんですけれども、日本屈指の大都会大阪のね、街並みを見ることができるんですね。もう1時ですよ。眠い眠い、もう寝ましょう。寝る際のワンポイントアドバイスみたいな感じなんですけれども、まず枕なんですけれども、枕がないので、まあ、こんな感じで冬場は上着をこういう風に畳んでですね、その上にこうしたあのさっきのペラペラのシーツをですね、置くと、もうたちまち枕の完成です。目覚まし時計のスマホをね、中に潜り込ませて、朝起きるとうなじのあたりでスマホが暴れ出すという、確実に目覚めますから、これおすすめです。こちらの毛布ですけれども、まあ、上から普通にかけてもいいんですが、床が硬いので腰痛くなっちゃうんですよね。なんでおすすめはこんな感じで、まあ、床に敷いてその上に寝るという形になるんですね。サンライズ初めての方が初手です。のびのび座席に座るのはちょっとチャレンジャーかなといった印象です。朝の6時、ちゃんとね、うなじのところでスマホが暴れ出したので、無事に目が覚めました。ここで皆さんお待ちかね、一体いくらかかったのかという、まあお金の解説をしていきますけれども。皆さん！まず乗車券に関してですね、こちらは福岡から東京まで、学割が効いて11,260円、ここにプラスして新幹線の自由席特急券、博多から姫路まで、4,960円かかりまして、こっからがちょっと特別なんですよね。姫路から東京までのこちらのサンライズ瀬戸の特急券、1810円かかっています。本当だったらこの特急料金、姫路から東京まで3620円かかるんですね。それがなんと半額になってるんですよ。どういうことかと言いますと、まあ、JR には乗り継ぎ割引という制度があります。特定の新幹線の駅から在来線の特急列車に乗り継ぐ場合、在来線の特急列車の特急料金が半額 50% 引きになるというものなんですね。今回かかった費用合計で 18,030円ということになります。まあ、時間的な面も鑑みると、まあ、コスパはいいんじゃないのかなと思います。流れまして、朝の東京駅8番線に入線していきます。こっから数十分かけて地下鉄で大学まで行けば、直線距離で1100キロ、約11時間の登校が完了するわけでございます。無事に東京駅到着でございます。
や寒いですね。いやでもこの朝の冷気がね、もういい目覚ましになってますよ。はい、ということで現在時刻は朝の7時半です。9時までなんで、もうここから地下鉄で20分くらいで大学なんで、もう余裕のよっちゃんなわけですね。こんな感じでサンライズを使えば福岡からでもね、もう余裕で朝一限に間に合うんですね。今回の動画がね、エクストリーム通学気になってるけど踏み出せないっていう方のね、最後の一押しになったかなと思いますので、気になる方はぜひエクストリーム通学挑戦してみてください。ということで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。